YouTube を見るときは部屋を軽くして Wi-Fi 接続してチャンネル登録ボタンを押してついでに高評価ボタンを押して離れてみてね。皆さん、こんにちは。めちゃくちゃ規則に厳しい私立の高校に通っていた頃、こっそり髪の毛を染めたんだけど速攻でバレたマピオンです。で、なんでそんな話をしたのかっていうですね、まあ、3月の15日に俺はね、これローソン卒業するんですよ。で、今現在がちょっとね、あの Facebook の通知がちょっと邪魔なんですけど、3月10日です。はい、あと5日でローソンが卒業で、うちのローソンはね、髪の毛染めの禁止なんですよ。でもそんなローソンをようやくね、15日に、まあ、辞めるということで、そんな卒業ということなんですけども、4月からまあ就職ということって感じでね、結局まあ遊べる時間は15日なんですよ。バイトもないっていう、まあね、あのまだ就職もしてないっていう状況というか、そういう期間は15日なんですけども、その15日に最後ぐらい髪の毛染めたいと思って、だって俺4月に社会人になるじゃん。そしたら俺もう今後の人生多分髪の毛染めることないと思うよ。本当にもうおじいちゃんやってこう白髪染めぐらいしか多分人生ないと思う。そんなね、あの楽しみはないのは嫌だなと思ったんで、もうせめてね、もう15日間だけでいいから俺は染めたいと思って。だって皆さん YouTube、 いや YouTuber って言ったら一体何でしょうか。そう、髪の毛の色でしょ。ということで、とりあえずね、髪の毛は染めたいと思ってるんですけども、何色が似合うのかなって正直わかんないですよ、俺。黒がこんな感じじゃん。はい。で、まぁ、茶髪は前も経験したんですよ。まぁ、そこでバレちゃったんですけども。はい。その後、金髪はしたことない。どうしよっかな。まぁ、金候補について。あとね、赤はどうだろう。赤も、赤ちょっと微妙だな。ちょっと地味すぎるな。赤地味すぎるから、一応候補にいとこう。次、まぁ、青。青っつったら誰？ YouTuber で言う。まぁ、禁断ボーイズの一君。青、他に誰かいたかな？あんましいないな。緑は正直ないなと思ってます。今のところ自分でもね。はい。まあ、緑 YouTuber っつったら、まあ、ヘキトラハウスのソーマトランジスタさんとか、あとは、まあ、思い当たらない。ただ、緑は、あの、カリスマブラザーズの動画見たんですよ、自分ね。あの、髪の毛染めるみたいな、今からこう、抽選みたいなやつでこうね、あの、やって、決まった色で、カリスマブラザーズのジョージさんが、まあ、その色にするってやつで、緑になってたんですよ、ジョージさんが。はい。で、ジョージさんすごいイケメンじゃないですか。イケメンでも、あ、察し。って感じでいました。はい、見た感じで。はい。だそんなね、ジョージさんほどイケメンでも、あ、雰囲気、アップよりはダウンって感じ。そんぐらいなんで、似合う人はもう本当にソーマトランジスタさんぐらいしかいないんじゃないかと思うんで、なかなかね、難しい。ちょっとリスクを伴うんで。だから緑はちょっと、ね、ちょっと勘弁願いたいです。はい。で、今思いついたんですけども、紫どうなのっていう。多分ね、俺が知ってる中では紫色の YouTuber って、見たことはないんでね。だからもしかしたら新しい革命起こせんじゃねえのっていう感じなんで、紫、ちょっと、提案します。はい。で、紫色ってやっぱね、さっきはこう、金とか赤とかちょっと明るいイメージですけど、紫はね、多分ちょっと暗くなっちゃうと思うんですよ。はい。だからあんま目立たないなってことで、紫に関してはちょっとね、メッシュとか、そんな感じのちょっとオシャンティーな感じでね、ちょっとそこも検討しています。もしかしたら全体紫の場合もあるかもしれないし、まあ一部だけ紫っていう、そこは紫に関してはちょっとトリッキーな感じでいこうと思います。はい。で、まあ最後の一つは、これはですね、ちょっとやってみたいなっていう、自分のただの好奇心。ただね、どうなんだろうっていう、ちょっと目立たないのかなって、正直ね、微妙なとこなんですよ。微妙なとこなんですけども、銀色シルバーっていうの。シルバーどうなんだろうっていう、ちょっとした好奇心なんですよ。もうほんとたった15日間だから、ちょっと銀もちょっと行ってもいいかなっていう感じです。はい。だからちょっと今、考えた4つの色、赤、金、そして紫とシルバー、まあ、銀ですね。はい。で、その4つの色を今決めたわけなんですけども、自分がそれをどっちにするかっていうのは決めません。はい。そこはね、ちょっとね、ツイッターで皆さんにどの色がいいですかっていうのをちょっと、アンケート取ってね。はい。それで決まった一番票が多かったやつの色にします。はい。だから皆さん本当にね、しっかりしてくださいよ。マジで。下手な、なんか面白いからいいやとかそういうのじゃなくて、自分が似合うかどうかですからね。はい。もうすごい奇抜な色だから面白いからいいや、これにしようみたいな感じで、ポチーみたいな感じで、そんな気分でやんないでください。はい。マジで自分のね、15日間の見た目というか、モラルというか、周りの目がかかってますから。はい。で、一応ね、まあ、そういうアンケート取りますけど、とりあえずやるか。はい。こんな感じのツイート今起こります。投票期間は5日間です。今10日なんでね、まあ、15日にちょうど決まるということで、ツイートしますよ。はい。ツイートしました。はい。
こっから、5日間、マジで俺のね、ほぼ15日間の人生が決まるアンケートが始まるわけですよ。はい。マジでしっかりしてほしい。で、一応ね、まぁ、ちょっとした、じゃあこれに決まったから、これにしますとか、そう、スパって決まるわけじゃなくて、ちょっと3つのチェックがあります。はい。一つは、まぁ、まず、まぁ、親にね、まぁ、親にそれ言います。もしかしたらダメって、ぶち切れるかもしれないね。お父さんが特に、ちょっと頑固なんでね。で、二つ目は、価格の問題。うん。正直、今ちょっとね、ちょっといろいろありまして、お金が、まぁ、ギリギリになるかなって感じです。はい。まぁ、それもね、もしかしたらカラーによっては変わると思うんで、ちょっともしかして、ちょっと足りなかったらできないかなっていう。そしたらまた、ちょっと考えてみます。はい。で、最後の一つが、まぁ、美容師さん。美容師さんとちょっとね、仲良くなってね、LINE して、個人 LINE 持ってるんですけども、その人に、ちょっと俺の髪の毛的にどうなんですかみたいな。ちょっとこの色にしたいんですけど、大丈夫ですかみたいな。一応そういう、聞きます。アドバイスみたいな。意見を聞きます。はい。まぁ、最近ね、ちょっと前は、昔はちょっと髪の毛ね、頭頂部がハゲみたいな感じでやばいなって言ったんですけども、俺がね、自分自身が。けど最近なんかラーメンとかそういう体に悪いものをね、あんま食べずに、普通にご飯だけ食ってる生活続いてるんで、最近ね、心なしか髪の毛も増えて初めてきてって感じで。だから大丈夫なんじゃないかなと思います。はい。とりあえずちょっとね、ツイッターの皆さんに期待して、うん、ちゃんと俺にぴったり似合うような色をね、決めてくれると信じて、5日間待ってみます。それでは3月の15日まで、ワープ。諸事情によってね、8日後になってしまったんですけども、一応アンケートの方は15日締め切らせていただきました。はい。この8日間ね、なかなか濃い8日間でした。はい。例えばね、まず5年以上ぶりにね、幼馴染と会って遊んだりね。あと、まあ、なんだろう、キャラメルを噛んだら奥歯が欠けてすごい牙みたいになっちゃってね。そんで口を閉じるとすごいぐさって毎回刺さるのと、で、自転車撤去されたりとか、あと、7、8年間ぐらい働いてきたローソンをね、ついに今度こそ辞めて、あと、今日ね、今日卒業式やりました。はい。軽く二つすごい重要なことをね、俺にとって重要なイベントを普通にさらっと言っちゃったんですけども。まあね、ローソンはどうかわかんないですけど、一応卒業式についてはね、ちょっといろいろ話したいなと思ってます。あと、自転車撤去をね、普通に自転車撤去されただけだと何度も思わないんですけども、ちょっとね、自転車撤去ってだけですごいいろいろドタバタしたストーリーがあったんで、ちょっとそれもね、いつか話したいなと思ってます。はい。とりあえず一言ね、卒業式言わせてもらうと、すごいなんか、あれですね、感無量って感じです。はい、ということでね、4つの色をマピオンが決めて、赤、金、銀、紫、先です。その色の一番投票で多かったやつにマピオンは染めますと言いました。はい。で、そのまず結果発表したいと思います。はい。マピオンが、染める投票で一番多かった色はじゃん。はい。42票という多くの投票いただきまして、結果はダントツで銀に決まりました。はい。いやーね、なかなか面白かった。こう、なんかすごい競い合っててね。まあ、銀が結局ぶっちぎりで1位取ったんですけども、普通に紫とかね、赤とか結構いい勝負してて、ちょっと見てて楽しくなりましたね。はい。でですね、まあ、自分ね、まあ、決まったと言っても、まず3つの条件をクリアしなきゃいけない、言いました。美容師と親と相談と、価格ですね。はい。でですね、まあ、早速銀になったということで、美容師さんに聞いてみたんですよ。はい。そしたら、まあ、美容師さんが言うには、すごいね、まあ、これ、バイトの先輩もね、すごい、ビジュアル系バンドをやってたことあって、すごい髪の毛染めたりしてたんで、その人にも聞いたんですけども、銀っていうのは、めちゃくちゃこう、ブリーチ、かけるらしいですね。その2回ぐらい脱色して、その後に色を塗るって感じで。すごい価格も時間もダメージも大きいということでね。それとさらに、まあ、半年、銀にして、そしてもうすぐ黒に染める半年でね。そしたら、すごいダメージが半端ないんじゃないかっていうことで、正直美容師さんはやめといた方がいいって言ってたんで、ちょっとね、銀にしていろんな人の投票をもらったにも変わらず、ちょっとね、早速条件がね、重ならないということで、残念ながらちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと銀にすることは、まあ難しいという結果になったというのは嘘で、はい、こちら、じゃじゃん。はい、Amazon で買いましたよ。マニックパニック。ブルースティール。直訳すると、青捨てる。皆さんこんにちは。滝川青捨てるです。美容師さんにはね、正直赤も金も、金はどうかわかんないけど、まあ、紫とかね、そういう銀とかも、だいたいこう2回ぐらい、ブリーチでこう脱色してから色つけるから、どっちにしろ値段は変わらなく 1万円でね、まあ、多少もっと高いんでしょうけど、ちょっと、仲良くさせていただいてるんで1万円でいいよって言われてるんですけども、ちょっとね、まあ、普通にそもそも、まず、なんかダメっていうかおすすめしないって言われたんでどうしようと思ったんですけども、やっぱね、このマニックパニック、この YouTuber ご用達の染め子ね、はい、こちらはね、2200円くらいかな。マニックパニックって調べてみた、初めて調べてみたんですけど、マニックパニックいろんな種類があるの。35度か6ぐらいあって、すごいね。で、この色明らかにね、ブルースティールって言ってるし、これ色青じゃねってなると思うんですけど、一応使うとね、銀になるっぽいです。はい、そう信じたい。
はい。でですね、まあ一応価格も2200円という、まあ美容師さんでプロとやってもらうよりは、まあ普通にお手頃価格でしかも色落としやすいということで、半月だけ染める俺としてはなかなかやっぱプロよりはマニックパニックの方がね、まあコスパがいいということで買いました。はい。で、あとはね、親との相談なんですけども、まあやっぱね、父さんがね、やっぱ怖いのよ。母さんは全然問題ないんですけど、父さんが怖くて、いきなりね、もう何も言わずに染めちゃって、ごめん染めちゃったわって言ったら多分ボコ見されるんで、ちょっと最速だけしとこうかなと思って。最近ちょっと家族でね、銭湯行ったんで、まあ行きん時にね、ちょっと銀にするわって言ったら、まあ案の定お父さんにね、絶対ダメだと言われて、ふざけんなと言われましてね。あ、やばいと思ったんですよ。あ、これじゃ染めらんないわと思って。はい。だからちょっと、まあ銭湯でね、入ってるお父さんと一緒の風呂に入って、いろいろこう雑談とかしたりね。そっからなんとかこう打ち解けてっていうか、信頼度ちょっと高めてって、そんで帰りの時にもう一回聞いたんですよ、同じ質問ね。そしたらまあ勝手にしろとか。まあな、まあ一応言われまして、まあ作戦大成功ということでね。はい。まあ一応親との許しもいただいたんで、まあね、これからマニックパニック、ブルースティールで銀色に染めていこうと思います。匂いはそんな強くない。やばい。完全に毒。あー、やばい、怖い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 。いや、もうやるしかないんだ。もう覚悟決めたから。いきます。こっから塗るんだよね。うわ、もう本当に、本当に怖い。もう後戻し効かない。後戻し効かない。いきます。後ろから塗ってきます。もう怖い怖い怖い。はぁ。やばいやばいやばい。やばいよ。やばいよ。どうなってる？わかんない。わかんない。どうなってる？で、逆立てるようにね。逆立てるように、こんな感じで。ちょっと根元もしっかり。どうなってんの？わかんない。根元。ツーブロだからさ、すぐ毛根についちゃうんだよ。やばい、頑張れ俺の毛根。死ぬなよ。今んとこ変わってる雰囲気がないですね。どうなってんだ、マジで大丈夫これ。正直ね、最初は銀がいいって言ったんですけども、なんだろう、アンケートの後半からすごいね、急に、あ、銀やばいかもと思って怖くなってきたんですよ。もう世間の目もあるからね。だって、ここをね、うちで一個、あっちの奥に、まあ、子供が、普通の家族の家があるんですけども、それ以外ね、住宅街なんですけど、全員おじいちゃんおばあちゃんなんですよ。はい。だからね、俺は正直なんか、まあ、こんなこと自分か、なんか、自意識過剰と思われるかもしれないですけど、結構おとなしいっていう、ね、イメージがあるんですよね。そんなね、今までおじいちゃんおばあちゃんがおとなしいってイメージ持たれたやつがいきなり銀になったらどうする。もう本当にね、もうそれが怖いの。明日からどんな顔して歩こうかなってね、ちょっと考えてます今。はい。マジちょっとね、本当に銀が怖くなって、やっぱ赤がいいなって思ったんですよ、後半からね。で、幼馴染からもね、なんかどの色がいいと思うって聞いたらピンクとかね。で、まあ、うちのバイト先の OB の人もに聞いてみたら赤茶色とか言ってきて、結構赤系のね、色がなんか似合うって言ってきて、俺もそれがいいなと思ったんですけど、まあ、やっぱアンケートの通りにしますって言ったんで、ちょっとね、もう銀にしますよ。はい。はい、一応ね、もう大丈夫かなとは思うんで、もうここら辺黒いけど、一応塗ったは塗ったと思うんで、この後ね、10分以上待ってくださいってあるんですけど、モルさんの動画で1時間待ってたんで、モルさんの、マニックパニック公式よりモルさんの方を信じて、ちょっと1時間ぐらい待とうと思います。はい。それでは、そこまで、カット。何？はい。一応、染め終わりました。はい。マピオンは一体どんな色になってるでしょうか。まあね、銀って、まあ、言ったんですけども、まあね、実際どうなってるでしょうか、お見せしましょう。
はい。